令和元年9月15日富士通スタジアム川崎にて 2019X リーグディビジョン3イースト本日開幕戦の2試合目になります。伊藤忠ウィングス対下町ゴリラズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーネイビーのユニフォームが伊藤忠ウィングス、奥側ホワイト、アンダーが、黒色になっていますのが下町ゴリラーズです。なお下町ゴリラーズは今季より X リーグに参戦する新規参入チームです。この試合が X リーグ秋公式戦のデビュー戦となります。なおこの試合は前半後半の終了2分以外はランタイム、時計を回し続ける形で試合が行います。プレーナンバー 1-2 伊藤忠ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。ファーストダウン点、ファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。パス成功、ターゲット5番成功、タッチダウン。クォーターバック12番、ワイドレシーバー88番へのエンドゾーンへのパス、これを88番エンドゾーンでキャッチし、タッチダウン。伊藤忠6点獲得。クォーターバック12番スクランブルを試みましたが、これは、ゴリラズ4番がサック。パス成功、ゴリラーズファーストダウン。パス成功、クォーターバック10番ハンドオフフェイクで中央へ切り込み、ファーストダウン獲得です。インターセプト。クォーターバック15番、ワイドレシーバー10番へのパスでしたが、これを伊藤忠3番がインターセプト。ナイスラン、ファーストラン。キック成功、フィールドゴール成功で3点獲得。下町ゴリラーズ3点、伊藤忠ウィングス6点。ゴリラーズセカンドダウン6、ボールオン自陣23ヤード。パス成功、ファーストダウン。
ランニングは2番ハンドオフから右を2クロを狙いましたが、これは伊藤忠の91番のチャージによりゲインなし。QB サーク、クォーターバック15番パスを投じようとしましたが、これを伊藤忠8番がチャージし QB サーク。スペシャルプレーパス成功、ファーストダウン、パス成功、フィールドゴールチョイス、キッカー3番キックレングス30ヤード。このキックはカットされ失敗、フィールドゴール失敗で攻守交代です。ドジャースファーストダウン、ナイスラン、ファーストダウン、クォーターバック15番ハンドオフフェイクから自らキープ、ファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープを取りましたが、これをゴリアーズ91番がチャージによりロス。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、ナイスラン、ファーストラン、プレーナンバー 4-24 ゴリアーズフォースダウン15フィールドゴールチョイス、キッカー9番キックレングス40ヤードキック成功、フィールドゴール成功で3点獲得。下町ゴリラーズ6点、伊藤忠ウィングス6点、同点です。ケージは続行します。プレーナンバー 4-25 ゴリラーズキックオフ、キッカー9番、伊藤忠リターン、自陣15ヤードでボールデッド。プレーナンバー 4-26 伊藤忠自陣15ヤードからファーストダウン10、イエローフラッグ、反則が発生しております。
反則を取り消してそのまま続行です。ピッチパスからのキャッチアンランのキャッチアンドランを試みましたが、ここでプレー終了です。試合終了です。試合終了となりまして、伊東中ウィングス6点、下町ゴリラーズ6点、同点で引き分けで終わりました。